こんばんは、ふさおでございます。さあ本日も引き続き三軒ランドやっていきたいと思います。よー、皆様安定してきたんじゃないんですか。私もやられずにレイドをなんとか防衛しきれるという、まあ武器が揃ってきたっていうのと、あと拠点を作る時間があるんでね、なんとかギリギリ拠点も形になってきたなっていうところもあると思います。でね、こうやってオープニングを喋っていると大概攻められるんですけど、今日は大丈夫そうですかね。来なきゃ来ないで寂しい感じのところもあるんですが、どこかで待ってる自分がいるみたいな。いや違う、来ると来るでね、今日一日の予定が崩れるんですよ。で、私はね、まだね、いろいろ作りたいので、集めなくちゃいけないところと探索しなくちゃいけないところたくさんあるので、大丈夫かな。よし、大丈夫そうですね。 OK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 。 んなら今日はですね、探索もさることながら、だいぶこの辺ぐるっと回ってきたと。で、前回ですね、回ったのがこの製作所っていうところを来ました。で、どうせだったらこれ上の方、あと残りハテナマークが2つなんで、ここ全部攻め切っちゃいたいなっていうところです。で、陸地だったら良くないよね。海底だったら探索レイド来ないと思うんですけど、はい。で、私まだやってないのがですね、作りたいのがこの鉄製のかまどに鉄のインゴット、高度な部品、それぞれ足りてませんので、この鉄探し、高度なインゴット、違う、歯車ね歯車と何やねん高度なインゴットって。高度なインゴットだから鉄の鉱石ね、を探しながら、とりあえずバッテリーゲットして、ヘッドライトのバッテリーをここで充電して、空のバッテリーを、あ、ちょっと待って、充電、あ、できますね。よし、これでヘッドライトも充電できるようになったと。ね、いないね。出発しても大丈夫だね。よし。でもさ、出かけたら出かけたでさ、帰ってこなくちゃいけないね。あなたの拠点が襲撃されていますって言われるんで。オッケー、これ大丈夫そうだな。よーし、じゃあ新しいエリア探索行きますか。ここが前回回ったところで、ちょっと待ってくださいよ。これってひょっとしてさ、銅鉱石じゃない？ちょっと待って、見落としてる完全に。見落としおじさん発生します。これどうだね。あっ、突き出てたわここから。ちょっとね、これもうちょっとこの辺、前回と同じ場所ですけど、あさっていいです。まだね、コンポーネントとかいいものボックスしかあさってなかったんですけど、私今回はね、鉄とか銅を探したいんです。たた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 た、鉄鉱石。いや、こういう時に限ってさ、鉱石検出レーダーでしたっけ、あれ持ってくるの忘れるっていう。なんでやねんって話。目視でほら二個湧きしてるでしょ、こういうことよ。目視で私は探しきると。ついでに昨日ちょっとまだこの製作所あさりきれてないところもあるんで、あさりもちょっと含めつつ鉄鉱石を中心に探していきましょう。次は銅鉱石見つけました。銅も貴重だからね。銅鉄なんかね、拠点から離れれば離れるほどやっぱ鉱石とかそこら辺も湧いてるんですかね。オッケー、銅鉱石もゲットです。ちょいジェットストリーム、あ、今製作所のボックス、あ、まだここも漁ってないわと思って、取りこぼしてるなと思って今見てみたんですけど、見てこれ、パワーボートみたいなの見つけた。みんなね、ねはい、ということで漁り終わりました。銅鉱石と鉄鉱石も結構手に入ったんですけど、そんなことよりこちらです。ジェットストリーム、4人が乗れる、木製の補船で収納スペースもあります。いや、見た目はパワーボートの見た目してるんですけど、これ誤訳してるのかな、バグってますね多分。木製の補船の説明になっちゃってるんですが、見た目はパワーボート、ジェットストリーム、こちらを覚えていきたいと思います。完全にそうだよね、だってね、木製の補船じゃないもんね。確定、よーし、ちょっと待ってよ、こちらで、あ、これがジェットスキーが75分の35、あれどこだ、あ、こっちだね、あ、ジェットストリーム、ほら見てよこれ、木製の補線と説明がやっぱ同じになっちゃってるんですけど、多分そこはバグってるんでしょう。あー、ここで上質な木材とか鋼、ね、あー歯車、あ、いや、インゴと歯車、あー電子部品、あー使うんだね、あー、ここで使ってくるんだ。いやー、でもパワーボートはまだちょっと作れそうもなさそうですね。ただジェットスキーはいけそうだな、これで。よーし、じゃ一回戻りましょう。で、整理整頓が終わりました。そして銅鉱石、鉄を焼きつつなんですが、でね、私ね、もうちょっとさっきの製作所で漁ってた時に、こちらガスマスク A っていうパターンのやつを見つけたんですよ。これつけてみよう。あー、こっちの方がいいじゃん。前のガスマスクはこの目の部分がね、
これ見てください。ほらスモークがかかっちゃってて見えなかったんですけど、この新しいガスマスク A の方はちゃんと顔が見える。こっちの方がいいな。こっちに変えよう。よし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 。そして我々はついにジェットスキーを手に入れることができる。鉄のインゴットが17本焼けましたんで、スクラップもですね、さっきついでに一気に漁ってきたんですよ。いっぱい持ってたんだね。でコンポーネントゲットしたでしょ。これで足りますね。よしみんなお待たせ。ねえガンのジェットスキー、ジェットスキー、ジェットスキー、どこどこどうしよう。敵はいないか。敵はいて邪魔されないよね。大丈夫だね。オッケー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 、行こう行こう行こう。よしじゃあ行きましょう。ジェットスキーいでよ。よし、はい、来たかっこいい。結構ボロボロ。シュ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 、ノロ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 。ちょっと待って、乗りたい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 。ガソリン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 。どこでガソリン、どこにしまった。ガソリンはどこにしまったかな。1リッターしかないけど十分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 。とりあえず試運転だからね、1リッターあれば十分でしょ。扉閉めて、よーしみんな行くぞ。どうすんだ、色を変えるわ。あーこれはただマーカーの色が変わるだけね。でプッシュボート、運転する、燃料切れ、違う、どこにガソリン入れるんだ、どこだガソリンは。あここだね。よし、いやーと EA ガソリン、これで OK。 よーし出発。おおおお、ちょっと早い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 、やばい、150キロ超えた、150キロ、170キロ、やべえ190キロまで今一緒に出た。しかも小回りも利く、かっけー、マジで最高かこれ、最高かこれ。おお、ちょっと待って、ジャンプ台欲しい。ジャンプ台があったらジャンプできんじゃない。やば、これはめちゃめちゃ楽しいぞ。まあでもちょっとあれだね、その代わりボートと違ってあのチェストがないね。だから荷物は積めないけど、めっちゃかっこいいやんこのジェットスキー。おっしゃ、190キロとか出るんですよ。これはもう新しいところのエリアとかも探索もこれで一気に遠いところ。ちょっと待って、ちょっと待って、来たぞ。落ち着いていこう、落ち着けば大丈夫だ。そう、よし落ち着こう。まずは深呼吸しながら、ヒッヒッフーヒッヒッフー。今回ですね、この相手から拾ったモロトフカクテルと手榴弾を使ってですね、どれだけの威力があるかを試したいんですが、まずはピッケル、いらないものを全部置いといて、水中スクーターも別にどっちでもいいんだけど、よしこれでいいでしょ。よし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 、まずはまだ暗い、でもいやもう暗いな、ちょっと暗いな。一旦これはちょっと待てよ、様子見ながら。あー、いろ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 来てるね。フレアガンを投げて水中で光るかなっていうのをやってみた。よし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 、明るさを確保してから、まずそしてボルアクで構えて、えい、一発ずつ。この隙間から撃てそう。今ちょっと待って、この隙間から壁はちょっと、これやっぱ当たり判定だろうな。この壁は見えてても透けてないでしょうね。ここはね、貫通はしないと思うから、ここで一発ずつ仕留めていく。よし、いいね。あー、やべ、もう壁、あれもう壁、ちょっと待って、止血して、止血して、で抗生剤飲んで体力回復しつつ一人ずつやっていく。確実にね、下打ち、これで生きてるのかやった人なのかちょっと分かんないんですけど、しっかり仕留めていく。よっしゃー、一人やった、オッケーオッケー、確実にいこう。いや、リロードリロードリロード、いやー、ここギリギリ、ここ車線切れてる、下の人が、これ車線はギリギリ、ショットガンか、一人下に張り付いてるやつ、まず遠い人からちゃんと狙ってから、あー、くそ、HP 見てなかった、ごめん、やられた。私は何度でも蘇る。よし、ギザ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 。いや、でもこれは安定してるぞ、これなら。あー、ちょっとね、これ回収して、そのまま降りよう、もうそのまま降りて、はい、ちょっとで、グレネードを試したいので、ね、私は。今、あー、ここ1枚破かれてますね。あー、土台壊されてる、やば、ちょっと待って、ここにグレネード投げて、あー、水中行っちゃった、水中行っちゃった、あ、ちょっと、まずい、まずい、あー、でも近接だ、近接だから大丈夫、近接だから大丈夫。ちょっと待てよ、よし、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、グレネード爆発した今、ねえ、グレネードの威力は、やべ、床落ちた、床落ちた、こっちも床落ちた、いや、よいしょ、あー、なに、まだ海面にいたか、向こう側、1マスでここ来ちゃうんですよね。でもまあちょっと冷静に、数はだいぶ減らしましたんで、ここで、あとは海面にね、まだ遠距離撃ってくるやつらと、この下の海面ぶっ壊したい、土台が壊されるんで、ここ透けてないでしょうね、私の、回収できる、よし、回収した。で、まずは、いや、すぐ右にいるな。ここ一回ジャンプして、どこだどこだ、海面から銃撃ってくるやつ、とりあえずやばい、ちょっと待て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 、はっ、あ、ちょっと待って、左、あ、ここ近接、近接は大丈夫、近接は大丈夫、左目の前にいたね。よし、オッケー、一人やった。ちょっと待って、一回防具回収、なんか修理するわ、回収じゃなくて修理、もう言葉がいろいろ噛みまくりで大変なことになってますけど、一回修理、冷静にして、オッケー、これね、自分の防具を修理する余裕。よしよしよし、これで抗生剤飲んでいくぞ、扉閉める、オッケー。で、あとはまだいる、ちょっと内側から外側の壁壊す、そんな器用なことやばいな、扉があって、まだいる、まだショットガン、
SMG あいつか。いたちょっとね、ボートじゃなくてこっち、はい、ボール枠持って、よし、はい、一人一発、はい、もう一発、よっしゃ、耐えた、残りは残党やったか、よっしゃ、あー床が2マス取られた。とりあえず回収しましょう。画面暗くてすいませんね。よしよし、もうフレアも切れちゃったんですよ。回収。あ、手榴弾返ってきた。使った手榴弾も返ってきた。これ手榴弾うまく使えてませんでしたね。海に落っこっちゃったからかな。これ投げ物系も次からちゃんと使おうかなと思ってたんですけど、うまく使えず、とりあえず床ギリギリ、あと1マスで床取られるとかって危なー。あ、よく見たら強化基礎ってあるじゃないですか。私完全にここ見落としてた。いやね、今まであの板金の壁とかしかないなと思ってて、ここから見てたんですよ。この上の列を見てなくて、で、あー強化物は壁しかないなって、ちょっと残念だなって、床どうしようかなと思ってたんですけど、今冷静に見たらあったわマジでこれ強化基礎に変えなくちゃいけないですね。まあとりあえずでも今インゴットはそんなないので、致し方なしで現状復帰をちょっと一回優先して、修復とね、スクラップは今いっぱいありますから、スクラップで一旦やるんですけど、ちょっと鉄のインゴットが余裕できてきたら、これ床もしっかり強化しておかないと、これ床から抜かれていくな、どんどん。あー危ない。おはようございます。さあ日にちも次の日になりまして、日にちは49日目に突入でございます。さあこのロバート系に非合で、今日こそはですね、金属検知器を忘れずに持っておりますので鉄鉱石を中心に集めていきたいと思います。こちらですね、アイアンインゴット。よし行くぞロバート系に。やっぱり速いな190キロ出るな。はいはいはい、ちょっと行きすぎるけど、小回り効くし、これ鉱石探しの時は別にチェストとかいらないからいいですね。よしちょっと待ってよ金属探しよりさ、これジェットスキーの方が楽しすぎて、ちょっとどうしよう、あんまり集中してこっちのメーター見れないけど、さ、そんなことも言わずにちゃんと探していきましょう。まずは1個目の金属の鉱石叩いていきます。そして K2 飛合で次の目的地へ来るんだけど、早すぎてさ、すぐ着いちゃうんだよな。でも近所にあったのか。1個目の金属の鉱石見つけました。これもしっかりといただいていきましょう。この加速よ、この加速、いやすげーめちゃめちゃ気持ちいい。おお、やばい、おジャンプした、ジャンプした。見ました今、空中に浮いたじゃん。ほらちょっと浮く。あ、これちょっとジャンプ台作りたいけど、斜めのスロープみたいなかったな。ジャンプ台欲しい、マジでこれはかどりますね。金属鉱石探しってさ、レーダー見ながら運転してって結構大変なんですけど、これははかどるぜ。OK、だいぶ溜まりましたんで、一旦これ戻りましょうか。よしめっちゃ金属の鉱石取れたな。こんだけあれば十分じゃないですか。インゴットも、あと強化とかもできそうですね。 OK、 戻りましょう。ただロバート系にめちゃくちゃ速いんで、一瞬で拠点つくわ。あの小回り効くのがね、地味にこれありがたいんですよ。ボート速いんですけど、こう旋回するのが大変で、反転向くのも大変なんですけど、こいつはいいぜ。まあ、ただチェストがないっていうのが一個の難点なんですけど、まあ調査しに行ったりとか、まあレイドとかはボートの方がいいのかな。ただいま帰ってきました。さて襲撃来る前にちゃっちゃと鉄鉱石どんどん焼いていきましょうか。今銅のインゴットが12の、鉄のインゴットが3か。鉱石でもこんだけあれば、スクラップもちょっと集めたんですよ。コンポーネントも1個か。よし、まあ充実してきましたね、物資も。ごめん、みんなごめん。あの、私、高度な歯車持ってた。6個もあった高度な部品これね。で今インゴト焼けましたんで、鉄製のかまどこれで作れるんじゃないでしょうかまあ結果オーライということでよし、2階のね、ここのスペース空いてたんで、ここで鉄のかまどがこんな辺にしようかな。いでよかまど、どうよーっしゃ、できたー